ファフニールは、北欧神話及び、ドイツ北部のゲルマン神話等に登場するドワーフ。ワームに変身する。日本では、英語、現代ドイツ語の読み方であるファフナー、ファフナーなどが用いられることもあるほか、舞台ドイツ語風のファフニール、ファーブニール、ファーフニール、ファーフニール、ファブニール、ファブニールなどという表記もあるが、実際に、ファーブニールが、このレド語の発音に最も近いと考えられる。 その名は、抱擁するものを意味する。アーサーラ・ラッカムが描いたファーフナー。話の細部は物語によって異なるが、あらすじは以下の通りである。ファフニールは、フレーズマルの長男であり、オッテルと、レギンという弟がいた。神であるロキオーディン・ヘイニルが旅をしているとき、川で川嘘に変身していたオッテルを仕留めた。神々はそれを知らずに、フレーズマルにその日の宿を求めた。 フレーズ丸に指示されたファフニールとレギンは神々を捕らえ、賠償金を要求する。神々は、オッテルの川の内側と外側を埋め尽くす量の黄金を支払うことで合意する。オーディンとヘイニルが人質として残され、ロキがドワーフのアンドバリから黄金と黄金を生み出す指輪を奪う。その際に、アンドバリは、指輪の持ち主に永遠の不幸をもたらす呪いをかける。指輪は、 黄金と共に川に入れられて、フレーズマルに渡された。そして黄金に欲を出したファフニールは、フレーズマルを殺害する。ファフニールは黄金を弟と分け合うことを拒み、黄金と共にグニタヘーズへ、逃亡、黄金を守るために毒を吐くワームに変身する。レギンは、その後デンマークの王ヒャルプレク王の下で単野氏として、働き、ヒャルプレク王から、 フラグランドの王シグムントの医師シグルズの養育を任される。そしてシグルズに過去のことを話し、ファフニールを殺すように頼む。鍛冶屋であったレギンは、子、エッタでは竜を倒すためにと言い,い、グラムをシグルズに渡し、ボルスンがサガでは何度か剣を作ろうとするもののシグルズはその出来に満足せず、シグルズは母からシグムントの遺産である折れた剣を受け取りそれを、 レギンが鍛え直して与えた。以後その剣がグラムと呼ばれる。シグルズは、グラムでファフニールを殺す。死に際に、ファフニールは、シグルズの問いかけに答え、自身の持つ腕は、黄金は死に至る呪いがかかっているため、持っていくなと忠告をしたがシグルズはそれを聞き入れる、ことはなかった。その後レギンは、自身にも責任はあるがそれでも兄を殺したとシグルズを、非難する。そしてレギンは、 ファフニールの心臓を炙って食べさせてくれと頼んだ。フルエッタでは、レギンが、ボルスンガサガでは、シグルズが、リジルという剣でファーブニールの心臓を切り出し、シグルズは、レギンの指示に従って、心臓を火で炙ったが、その際に火傷を負い、指を舐めて、ドラゴンの血も舐めてしまった。そしてドラゴンの血の力によってシグルズは、すべての言語を理解する力を得る。 鳥の鳴き声からレギンに自分が殺されようとしている。ことを知ったシュグルズは、レギンを殺し、黄金を手に入れる。また、その心臓を口にしたシュグルズと、グズルーンは、4人より、はるかに賢くなったという。ワーグナーの楽劇、ニーベルングの指輪におけるファフニールは、ファーフナーという名前で登場し、竜に変身はするものの、巨人族として描かれている。また、シュグルズは、 ジークフリートと呼ばれ、オッテルとレギンはそれぞれアルベリヒとミーメと呼ばれているほか、彼らの血縁関係も変化しているが、物語における役割に大きな変化はない。ありがとうございます。